22個あたりというリッターの番号ですね。バッテリーリッターは施設番号としては本当は1番のはずなんですが、常番号として考えた場合は、投資番号ならば26番ですということでしょう。さすがに路線名を変える布石でしょうか、あるいは単に間違って書いたのかわかんないですけど、ただ東武道路の、木のポスト左側に今 277.8 とか、.9 とか、278という感じで見えますが、この木のポストが移設されまして、常磐道の投資の位置にいつの間にか移設されてるんですよね。以前はちょっと100メートル間隔が短く、100メートル間隔これ木のポストを設置されてるんですけど、が、営業路線名が変わる渡りインター付近でちょろっと短く間隔が詰まってて、ああ独立した木のポストなんだなって思ってたんですが、いつの間にかこの常磐道続きの100メートル間隔に移されてるようです。あるいは私の錯覚でもともとそのように設置されてたのかわかんないですけど、ということで山本
関東のお仕事です。高速道路っていう道路の役割分かってますか？先頭車両さん、軽トラだな、きっと。角田と書いて角田と読みます。